こんにちは、すっちです。今回は、長野県、軽井沢7-2ゴルフ、北コース、アウトコースの1番ホール。レギュラーティーからピンまで374ヤード、ミドルホール攻略を紹介します。当ゴルフ場は、NEC 軽井沢7-2ゴルフトーナメントを、2023年8月11日から8月13日に開催します。1番ホールのドローン&コースレイアウトをご覧ください。ティーショット、右ドッグレッグのミドルホール。右サイドの林を避け、左から攻めたい。セカンドショット、グリーンを狙える位置にボールが来ていれば、積極的に狙っていきましょう。グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーをしていきましょう。アウトコースの1番ホールはパー4、レギュラーティーからピンまで374ヤード、ハンディキャップは3、右ドッグレッグのミドルホール。難易度は18ホール中6位。平均スコアは 5.49、平均パット数は 1.85、90切りの人は3オン2パットが無難、100切りの人は4オン2パットが無難です。アウトコースの1番ホール、パー4、レギュラーティーからピンまで374ヤード、ティーショットの攻略ポイントは、右ドッグレッグのミドルホール、右サイドの林を避け、左から攻めたい。アウトコースの1番ホール、パー4、セカンドショットの攻略ポイントは、グリーンを狙える位置にボールが来ていれば、積極的に狙っていきましょう。アウトコースの1番ホール、パー4、グリーン、常に2パットを頭に置きながらプレーしてください。軽井沢7-2ゴルフ北コースのゴルフ場予約はこちらをクリックしてください。次回はアウトコースの2番ホールについての動画を投稿します。見逃したくない人はチャンネル登録してお待ちください。